皆さん、こんにちは。えー、今回はですね、えー、馬橋ゴの入門から、えー、身近な馬橋語をいろいろと題してやっていきたいと思います。はい。では、まずは初歩的な知識から。皆さんもご存知と思いますが、えー、プレイヤーキャラクターはハーフブロックのような低い段差であれば、ジャンプなしで登っていくことが可能です。 そして馬も同様に1ブロックの高さまでであればノーモーションで登っていくことができますこれのおかげでちょっと一緒斜面や山なんかを、えー、おばさんやとスイスイ登っていけるわけですねただし登れるのはきっかり1ブロックまでとなっており カーペットのような薄い素材を置くだけでも登ることができなくなってしまいますそれでは日常シーンです例えばこのように拠点を囲む2マスの壁ですね マニマスといえど馬のジャンプ力次第では乗り越えるのがしんどい場合がありますね。そんな時は、はしごを置くことでジャンプなしで登ることができるようになります。さあ、これは一体どういうことなんでしょうか 実ははしごにも横幅があり、このおかげで高さ1ブロックのステップとして利用することができます。もちろんプレイヤーも上に立つことができます。はしごだと横幅が薄いのでイメージしにくいかもしれませんので、ここでは板ガラスを使って階段を作ってみます。 板ガラスも端ごと同様に横幅が1ブロックより狭いという特徴があるため同じようにステップとして使うことができます。完成です。このように横幅1ブロックの間に2段分の高さのステップができました。それぞれの段差はちょうど1ブロックなので馬はこれを登っていくことができます。 これで拠点の2マスの壁も登れるようになりました。では、3マスの高さの場合はどうでしょうか ?3 マスの場合は、板ガラスや鉄格子などを下にして、その上にはしごを設置します。今度は横幅1ブロックの間に3段分のステップとなっています。 完成しました。このように横幅が狭いブロックを組み合わせることで、1ブロック進むごとに何ブロックも上昇する地形を作ることができます。どのようなブロックを組み合わせるか、選択次第で階段の角度が変わってくるというわけです。 さて、突然ですが、用語の説明です。今回登場した、はしごや板ガラスのような、高さ1.0のブロックたちを、便宜上1.0系と呼びます。この表現は、今後の説明で使っていきたいと思います。それから、馬橋語の傾斜の角度についてですが、階段のように1対1で登れるものを100%、1対2のものを200%、 1>, 1対3で登れるものを300%という風うに表現していきます。こちらも合わせて覚えておいていただけると幸いです。えー、以上、小川志望の基本はこのようにですね。 さあ、これで拠点の2マスの壁も3マスの壁も登れるようになりましたではもっと壁が高くなった場合はどうしましょう、まあ、これはちょっとね真っ当なな雨し語ではちょっと手に負えません これを登ろうと思うと、えー、斜め上の発想が必要ですね。はい。このように横幅が十分な場合は、えー、こうやって階段のような登り方もできます。 続いてよくある石の壁です。これを登るには手前にステップを置くのもいいですがその真下を掘ってもう一つ石壁を置くことで横幅を抑えた設計で登ることができるようになります。 フェンスの場合も同様に一段下に埋め込むことで登れるようになります。足元にフェンスを埋め込むことでなぜフェンスを乗り越えることができたのでしょう。これは下の十字のフェンスの頭が地面からせり出すためです。 まず、地中のフェンスは四方がブロックのため十字になり、横幅が上のフェンスよりも広くなるため乗ることができるようになります。そして、通常のフェンスもそうですが、地中のフェンスは見た目に反し1.5ブロック分の高さがあり、設置した場所の上に高さ0.5の透明のあたり判定が出現します。これがフェンスの頭部分というわけです。 これには乗ることができてしまうので、次のフェンスとの高低差がちょうど1ブロック分となり、馬はこれを登ることができたわけです。つまり、高低差が1ブロック分さえあれば、半端な高さ同士でも登ることができるというわけです。こちらでは、ハーフブロックを使ってそれを再現しています。フェンスと同様に、ハーフブロックなどでも0.5、1.5、 というふうに段を刻むことができます。そしてここでもう一つ説明用の用語を紹介します。先ほど板ガラスやはしごなど高さが1のブロックたちを1.0系と呼んだようにハーフブロックやフェンスなど0.5の高さを持つものを便宜上0.5系というふうに呼びます。はい。そして隣では ケーキとハーフブロックで200%の傾斜を作っています。1.0系と同様に0.5系も横幅が狭いブロックを組み合わせることで一気に何ブロックも登る地形を作ることができます。はい。そして、 こちらのケーキの階段は400%の傾斜となっています。ちなみに0.5系だと使用できるブロックはケーキが優秀で、えー、ケーキのみでなんとですね、最大700%の傾斜が作成可能となっています。まあ、そのおかげでですけども、えー、高い傾斜を目指す場合、材料はほぼケーキの一人掛け状、一人貸し状態となっています。 次に、はしごの横幅です。横幅と言いましたが、ここでは奥行きのことではなく左右の幅についてやっていきます。こちらの地形では、ステップとなるブロックが左右に離れていますが、お馬さんはサイズが大きいので、このようにステップを横に離しても階段として問題なく登ることができます。そして、隣のはしご、えー。その左右幅を伸ばしても大丈夫という特徴を生かしまして、えー、こちらでは、 石壁の頭部分をピンポイントで利用した梯子を作成しています。以上、ここまでが馬はしの構造を考える上での知識的なお話となります。次はまたまた日常編に戻ります。日常編も残りわずかです。前方に現れました2段のフェンス。 すでに何者かによってはしご化されています。2段のフェンスの場合は、最初に紹介した下埋めだけでは登ることができませんが、下埋めに加え、1段目を石壁に差し替えることで、はしご化することができます。これは石壁よりフェンスの方が薄いので、石壁の頭がステップになるためです。さてお次は3段です。 これはちょっとややこしいんですが、えー、三段フェンスの場合も、えー、さっきと同じような感じにしておいて、えー、もう一つ上を完全な石壁にすることで、必要はしご化は可能です。完全な石壁というのは、この石壁の間の部分ですね。四つなんでうちの。えー、ご覧の通り、えー、こうなると石壁は端っこのやつや、えー ポン立ちのやつよりも薄くなります。なので、えー、石壁同士ですけども、えー、その幅の差を利用してステップにすることができます。そして見た目ですが、上に松明を立てると、えー、このようにちょっと太くなりますね。ですが、これは見た目だけで、実際は、えー、当たり判定は細いままです。これと同じ現象が上にフェンスを置いた時にも起こるので、えー、パッと見、なんか、登れそうにない感じに見えますね。 けどまあ、きちんと登ることができます。ちなみに余談ですが、理論上すべての上回し後は、えー、こんな感じで、えー、人力でもジャンプで登ることができます。日常編最後は、この高い壁ですね。 誰がこんなん作ったんえー、さっきみたいに横幅がないので、えー、斜め上のはしごも使えません。とりあえず、先ほどまでと同じように、はしごを組んでいってみます。えー、残念ながら、薄い石壁はここでは使えませんので、えー、飛ばしてフェンスを置きます。もはやこれまでか、と思いきや、実はまだあります。 ケーキじゃないです。えー、あれはちょっと日用品ではないので、今回は使用しません。で、えー、ここまでは0.5系のハシゴと言えますが、次足しで1.0系のブロックと組み合わせることもできます。はい。無事登ることができました。このように、より薄いブロックであれば、ステップが成立しますので、 え、時には、えー、系統を組み合わせて高さを出すことも可能です。以上、日常編終了です。はい、あと少しです。次は、利用できるブロックについて。えー、利用できるブロックについては、話が長くなるというか、まぁ、うんちくあまりまとまってないので、また、機会を設けてやりたいと思います。ので、今回はさらっと、えー、こちらに置いてある分が、えー、全てと思ってください。 石川、石川じゃねえ。白川の原木のラインが0.5系のブロックで、多くの原木のラインが1.0系のブロックとなっています。えー、0.5系が主に食べかけのケーキとフェンス、石壁、それと巣のハーフブロックですね。で、1.0系は普通のブロックと、えー、ンのコこ。で、ここにはないですが、エンドシティのあの蛍光灯ですね。と、えー、次に、 えー、ガラス板または鉄格子最後はドラップドアかはしごとなっていますはい、そして最後に1000%のはしごのブロックです前の動画でも紹介していますがまあ要するにさっきの0.5系の全部くっつけただけです登っている様子とか組み立て方は前の動画でやっていますのでよかったらそちらをご覧ください 以上、ご視聴ありがとうございました。